マイナビティーンズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、人間です。ほらユリアンレタリーバーです。作品をご覧になっての感想をお聞かせください。はい、本当になんか夢を持ってそれを疑わずに突き進む、どんなことがあってもこうやっていくっていうのに非常にハッとさせられましたし、なんか人生をもう一回こう見つめ直して勇気づけていただけました。主人公ジョアンナのどんなところに共感されましたか？イメージトレーニングすること私結構あるんですけど、やっぱりこう妄想じゃないですけど、こう自分の頭の中でこう葛藤したりするところとか、自分がなりたいものを疑わずに進んでいくところとかは非常に共感しました。ジョアンナは何度失敗しても諦めずに挑戦するキャラクターでしたが、リリアンさんが落ち込んだ時、失敗した時の気持ちを立ち直る方法などありましたら教えていただきたいです。はい、いろんな人に電話することですかね。いろんな人に電話して、本当にこんなことがあってしんどかったって思う時は聞いてもらうんですけど、それ言わずともやっぱり仲いい人とかと喋ってるだけで元気出たりとか、大したことなかったなって思えるようになります。どんな学生時代を送ってましたか？また学生時代の一番の思い出などありましたら教えていただきたいです。学生時代は、大学生の時は本当に片道3時間かけて通って往復6時間かけてたんで、ほとんど何もしないんですけど、学校行って帰り道でバイトして家帰るだけみたいな感じで、高校生の時は本当に心からいい友達に出会えて、まあ、大学でも出会えたんですけど、高校生の時はそうですね、好きな人の時間割を覚えて、すごいですね。体育の時だけ覚えるんですよ。体育が何曜日の何時間は体育やから、ここ通るから外窓から見れるっていうストーキング行為をしてました。そうなんです、はい、キンキンですね、すごく、青春ですよね、はい、青春ラブストーリーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。これから新しく挑戦してみたいこととかいますか？コントーションっていう、体が非常に柔らかくなる、柔らかくしてこういろいろする技があるんですけど、それやりたいです。急に体広げたり曲げたりしたら面白くないですか？確かに面白いです。やりたいです。ありがとうございます。自分に自信が持てない10代に向けてメッセージをお願いします。皆さん自信持ってください。まだクレジットカードは持てない年齢かもしれませんけど、自信と荷物は持ってください。自分でこの秋最高に元気をもらえる映画ビルドアガールは10月22日全国ロードショーです。皆さん劇場でぜひご覧くださいね。以上、私でした。名前言え。ユリアンレトリーバーでした。バイバーイ。